どうも皆さんこんにちは、文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているので、そちらを聞きください。またこのラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受け付けしています。番組概要欄にフォームのリンクを貼ってますので、そちらからお寄せください。ある程度ご質問などいただきましたらお返事をする回をしますので、気軽にお寄せいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。本編入る前にですね、ちょっとお知らせを一つさせてください。8月から9月、ちょっとお盆以降を考えてるんですけれども、ジョン・ウィリアムズのソナーという小説を課題本にした読書会を開催予定です。これはもともとリスナー投票で選んでもらう課題本の中で結構票が集まってた本なので開催しようと思っております。まだちょっと詳細決めてないんですけど、決まり次第告知してきますのでよろしくお願いします。今日はですね、先週に引き続き村上春樹の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドをお届けしたいと思っております。前回の続きなので、そちらから聞いただけると大変ありがたいです。こちらから聞くと何のこっちゃみたいになるかもしれないので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん署名お願いします。今回紹介するのは村上春樹さんの世界の終わりとハードボイルドワンダーランド下巻になります。新潮文庫から出ています。じゃあ私の方からあらすじを。私の意識の核に思考回路を組み込んだ老博士と再会した私は回路の秘密を聞いて愕然とする。私の知らないうちに世界は始まり、知らないうちに終わろうとしているのだ。残された時間はわずか。私の行く末は永遠のせいか、それとも死か。そしてまた世界の終わりの街から僕は脱出できるのか。同時進行する2つの物語を結ぶ意外な結末、村上春樹のメッセージが君に届くか、というあらすじなんですけど、これ確かに下巻の裏にも書いてあるんですけど、面白いですよね。村上春樹のメッセージが君に届くか、うん、三重さん届きました？メッセージなんとなく届いた気がしますそうっすよね、大体なんとなくっすよね。まあ多分なんとなく届いた僕らがなんとなく話をするんで、うん、聞いている方々はなんとなくちょっとこの話を楽しんでもらえたらなと思います。そうです。下巻でもまず先にハードボイルドワンダーランドの章を、話していこうと思います。でその後世界の終わりの章の話をしていこうと思っています。まずちょっとストーリーの話をこれからしていこうと思うんですけども、その前に上巻ではハードボイルドワンダーランドってすごく冒険活劇の要素が強くて、そういうスリリングな展開が面白かったんですけども、下巻になるとそういう冒険要素というのから謎解きですね、一角銃の頭骨というアイテムが出てきたんですけど、その頭骨の謎であったり、あと主人公の残された時間ですね、これがもう残り24時間とかになってくるんですけども、残り24時間で世界が終わってしまう、その中で主人公がどう生きるのかとか、そういうちょっと話が中心になってきます。で今回も多少のネタバレありで話していくんですけども、ネタバレ知ったとしてもすごく楽しめる一つではあると思うので、ぜひ聞いていただけたらと思います。ではストーリーの話をしていこうと思います。主人公の私は博士の孫娘と一緒に地下に潜めている博士に会いに行くというのが下巻のスタート地点になるんですけども、でそこで博士に会って私の脳の中といいますか、私の脳回路の秘密というのを教えてもらいます。これどういうことかというと、計算子と記号子という、敵対している勢力、2つの勢力ですね、情報戦争のさなかに博士が暗号解読されない方法としてアイデンティティをブラックボックスするという、そういう手法を発明します。もともと博士は組織工場、システムとファクトリーという言い方なんですけど、システムとファクトリーの2つの勢力の中で、最初博士はシステムの側の人間だったんですけども、その時に人間のアイデンティティをブラックボックスしてしまうという、そうなるとそこから暗号を読み取るっていうのができなくなるだろうという画期的な手法を発見するんですけども、でそのブラックボックスの中では、人間の頭の中なんですけど、その人間の頭の中では記憶とか認識、それまでの人生の記憶や認識によって、工場のようにどんどん人間の行動様式というのが作られていきます。でこの行動様式というのがシステムと言っているんですけども、で博士がもともと
実験の試験者となった計算士たちのブラックボックスをビジュアル化したときに脈絡のないビジュアルですねというのが基本的には出てくるのが一般的なんですけども、その中でなんか唯一私だけその博士が頭の中をビジュアル化したら私の頭の中だけ小説とか映画になりそうなくらい完璧な世界っていうのが作られていて、私という人間が結構その特殊な人間であると、それなんでかっていうともう極端に自己の殻を守ろうとするそういう性格が強かったというなんかそういう特徴があったからみたいなんですけども、なんかそこで博士がその私のその性質を知って、で私が500人近い計算士から選抜された26人の中の一人になるんですけども、それが何かっていうとシャフリングができる人でですね、上官で話を少ししていたこのシャフリングというすごい難易度の高い作業ですね、なんか人間の意識を使って計算をするというその作業ができる26人の中の一人なんですけども、実はそれに他の計算士たちは耐えれなくてそのシャフリングをすると死んでしまうというなんかそういう現象が起きていたんですけども、私だけ唯一そのシャフリングしても大丈夫だったと、それが結構その私の、その潜在意識の特性というかその性質によってシャフリングに耐えれていたと。でそれで博士が私を使ってなんか博士の実験というかやりたいことを実現しようとしていた、ただことがそううまく起きなくて、なんか私がそのシャフリングを博士から依頼があってしたんですけども、シャフリングしたことで頭の中の次元爆弾というのが作動してしまって、でこれがどういうことかというと、人間の中になんか3つの回路があって、今現在というのは第一回路という、これが今住んでいる世界の中の意識になるんですけど、次元爆弾が作動してしまうと第三回路にそれがなってしまうと。で第三回路っていうのが何かというと、その私のなんかアイデンティティが世界化された、それが世界の終わりという世界になるんですけども、なんかそこにもう意識が行ってしまって、で完全にその世界の終わりの中にもう閉じ込められてしまう、第三回路というところに閉じ込められてしまうと。でそうなるともう二度と第三回路から現在の第一回路に戻ってくることができないと、なんかそういう状況になってしまうと。でもう第三回路行くともう意識がずっとそこの世界の中なので、いわゆるもう現実世界では意識を失った状態になってしまうと。でこの次元爆弾が、作動するのが29時間後というところで、それをちょっと博士に知らされて、でそこから私と博士の孫娘地下にいたんですけど、ちょっと地上に出て何とかしようと。結構ねこのなんか謎解きの話が結構下巻の最初の方にありました、ね、そうですね、結構ね読んでても分かりづらいんですよここ、要はこれ主人公は今シャフリングをしたことによってあと何時間後には自分を失ってしまう状況に陥っていると。後々それを彼を死として捉えるんですけど、死ぬことだとして捉えるんですけど、私は今そういう状況にありかなり危険だと。で、これをどうにかしたいんだけどどうにもできないということがもう分かったと、これもこの辺り非常にこの博士がひどいんですけどね、これ全部分かってた上でやってるし、本来ならこれ闇黒に研究所を襲われなければなんか戻せたかもしれないさそうなことは言ってるんだけど、どこまで本気なのかちょっと分かんなくて結構このね人体実験じゃないけどしてる割にはこう罪悪感感じないこの老博士すげえなと思いながらで娘もねことあることにフォローするんですよ。なんか自分のことに夢中になりすぎて人に迷惑をかけちゃうってで、ね、なんか結構許してあげてねみたいなことを娘が言うんだけど、全然フォローになってなくてそうそう、ね、なんかねこの博士おじいさんはもう天才肌だからなんかね熱中するとそうなっちゃうんだよねみたいな感じで、こっちはそれで死ぬことになってるしどうすんだよみたいな話なんだけど、全然なんかねフォローになったんだけど、で私も結構いや何とかしてくださいよみたいなこと最初言ったりとかするんだけど、最終的にはなんか受け入れてくんですよねこれをね、この状況を、そこがなんかかっこいいというか、ハードボールドだなと思うとこですよね。で下巻はここから冒険要素というよりかは結構、私が地上に出るともう残り24時間くらいになっていたんで、じゃあ残り24時間どう過ごすかっていうなんかそういう話にちょっとなってはくるんですけども、そうですね、もうなんか、
記号士とか、計算士とか、その博士とか、その、襲ってきた、あの、なんかわかんない二人組とかの話がもう全部一気に取っ払われて、残された時間どう過ごすみたいになりますよね。そうですよね。うん、で、まずその私は、博士の孫娘と、まあ、自分の家に戻っていくんですけども、で、孫娘は、もう一回地下に戻って、博士を助けに行くと。私は、図書館のリファレンス係の女の子ですね。図書館の彼女を夕食に誘って、もうまさに最後の晩餐になってしまうんですけど、から結構ね面白かったところだと、まあ、彼女、夕方に、まあ、その日の夕方に会いに行くんですけども、まあ、その前にちょっと時間があるんで、孫娘の服をコインランドリーに行って洗濯してあげたりとかするんですけども、結構このコインランドリーで先客がいて、なんか残り20時間しかないのになんか無駄になんか、ね、時間をぼーっと待って過ごさないといけなかったりしたとかですね、うん、この心理描写面白いですよね。なんかそうですね、コインランドリーで待ってる時間はゆっくりすぎる、うん、あ、今俺はゆっくり過ぎた方がいいのかみたいな、なんかそういう他になんか物事せかせかして早く時間を過ごすよりも、うん、待ってる時は時間がゆっくり感じるからこの状況の方がいいのかとか、うん、なんかいろいろ考えたりとかするシーンがあって、そう結構好きでしたね、うん、私がもう一回家を破壊されていて、もう洗濯機とか、うんうん、あと着ていく服とかも、もういいのが残ってなくて、まあ、そこで服 もう新しい新品を買いに行ったりとかしたり、あと車 もうそのためにも特別になんかヨーロッパの車を借りに行ったりとか、なんかそういう描写があって、まあ、それで夕方になってその図書館の仕事が終わった彼女を迎えに行って、で、まあ、彼女の知っているイタリア料理店に行くんですけども、ここですごい、まあ、彼女が胃拡張でもうどれだけで食べても大丈夫っていうすごい大食いの人で、なんでもう大量のメニュー注文して、で私 もう本当にずっともう冒険をしていたんで、もうあんまり食べれてなかったんで、もうすごいもうお腹ペコペコ状態なんで、2人でもめちゃめちゃ料理を食べるというか、そういうシーンもあったりして、でまあそうして最後に食事をした後、彼女の家に行って、そこで図書館の彼女っていうのが、まあ、そのどういう人かっていうのはあんまり語られてきてなかったんですけれども、まあ、ここでもともと夫がいて、まあ、でもその夫がちょっと殺されてしまったことが、事故じゃないですね、まあ、ちょっと悲惨な死に方ですよ、うん、結構ね、そうですね、うん、まあ、不幸な死に方をして殺されてしまったことがあったりとか、そういう話を聞いて、で、まあ、私と彼女が、ね、まあ、最後の一夜をまあ過ごして、まあ、そこで私が歌を歌うんですよね。子供の頃よく歌っていたダニーボーイという歌をちょっと陽気に歌ったりして、まあ、でも悲しくなるという結構いいシーンなんですけども、この時私は核銃の頭骨というのを、まあ、これ博士にもらったものだったんですけど、でそれを彼女の家に持って行っていて、で最初それ博士に何て言うんですかね、サンプルというか実物ではなくて、まあ、それっぽいものを真似て作ったんだというので聞いていたんですけど、ただその頭骨が明朝に光っていて、でこれは何だろうと、何かそういうちょっと幻想的なこともあったりしつつ朝を迎えていきます。残りあと数時間というところで、まあ、僕と彼女がその、まあ、家の外を出て、まあ、公園の方に行って、もう最後の話をしたりで、まあ、彼女はそこで、まあ、またねという感じで去っていくんですけど、その後家に電話をかけて、まあ、そしたら博士を助けた後また家に戻ってきた博士の孫娘がいて、でそこでいろいろ状況を教えてもらうと、まあ、博士無事に地下から脱出したけど、まあ、日本にいるといろいろと身の危険がやっぱり迫ってきたりするんで、もうフィンランドに行ったとかですね、物事のなんか進展を教えてもらって、で最後にね孫娘ともう最後の会話をしてから、もう私がもう残り時間終わりを迎えようとしていたんで、眠りにつくために港に向かうと、うん、でも本当これでね主人公の私の残された24時間っていうのがね過ぎていくわけなんですけど、だからこの最後過ごし方良かった、ね、あ、そうですね、すごい、まあちょっとコインランドリーとかでちょっと無駄に使うけど、好きな女の子とお腹いっぱいに、ほんとお腹いっぱいになるまで食事、美味しいもの食べて、うん、お酒飲んで音楽一緒に聴いて、まあ、セックスして、うん、で朝起きてまた一緒にご飯食べて、うん、2人で公園でビールを飲むっていう、なんかすげえいい時間を最後過ごしてるな、なんか自分がこの、うんね、あと24時間しかないってやるときにこんな過ごし方できないなって思いますね。なんかあ、どうしていいか分かんない、うん、もっと何していいか分かんないんだけど、でも本当に潔くできるいいことというかしたいことを最後ちょっとして終えてますよね、うん、最後の24時間になってきて、まあ、今まで話していたのは、まあ、私がどういう行動を取ってきたかなんですけども、まあ、残された時間の中で人生について
についても考えるようになったりしていて、うん、なんかそこもあの読みどころの一つで、私が今までの人生について、まあ、思い巡らせていったりとかですね、最初そのこの私事件に巻き込まれたちょっと被害者的な意識を持っていて、まあ、博士であったりとか、まあ、組織と工場のいざこざとか、なんかそういうのに自分は巻き込まれたあの意識あったと思うんですけども、結構ね、なんか最後の方になってくると、まあ、もちろんこの今いる世界ですね、この世界から消えたくないっていう思いは持ってるんですけど、でも同時に自分の意識によって作られた世界、なんかまあその世界成り立ちというか、そう存在している一つの世界っていうのを、それを見届ける義務もあるんじゃないかとか、責任感的なものでしたね。なんかそれをね、すごいちょっと意識するようになってきて、でそうなってくると、もう自分のじゃあ人生とはあの一体何なのかと、本当そこの考えを巡らせることになってきて、もちろんその、あの私にとってあの望んでいた成り行きではあのなかったと思うんですけども、でも最終的には、まあ、自分の意思ですよね、本当自分の意思によって人生の在り方を、でそれ祝福してもいいんじゃないかと思えるような人生だったんじゃないかと、なんかね、そこまであの思いを巡らせているっていうのがあって、なんかここすごい読んでいて感動的だったんですけども、うん、なんか月刊ってハードボイルとどういう話だったっていうと、なんか僕結構なんかこの主人公が残された時間の中で人生を考えるっていう、なんかそういう話かなってちょっと思ったりしましたね、うんうん、本当展開で言うと本当最後の50ページぐらいになっちゃうのかもしれないけど、うん、そこすごいいいっすよね。この35年の人生の方がなんか 93%、 自分の人生の輝きの 93% がこの35年間で使い果たされてしまう、それでも構わない、残り 7% を大事に抱えたままこの世界の成り立ちを眺めていきたいのだみたいな文章とかあったり、ここのなんかこの私の人生観というか公正さっていうのをすごくこの私は大事にしているっぽいんですけど、でもその公正さっていうのはなんか与えようとするものと求められてるものが合致はしないっていうこともなんか分かっていて、自分が公正さについてこれをこういう公正さを求めてるけど、それが他者から求められてるものと違ったりとかする。だからこの公正さというものを大切にするあまりなのか、自分の周りのものが通り過ぎてしまったと、なんか自分を通り過ぎてしまったけれども、でもそれはやっぱ自分がこれになんていうか固執したせいというか、まあ、これを大切にしたせいなので、なんていうか潔く諦めてることができるみたいな、そんな感じもあって、なんかこの私がなんかこの今までいろんなことに、まあ、なすがままじゃないけど結構いろんなことを受け入れてきたっていうのがなんとなくここで分かるような作りにもなってるなと思っていて、うん、明らかにいろんなこと受け入れすぎだったんで、でもそうか、なんか自分がこう求めてるけど周りが求めてるものとはちょっと違ったりとかっていうのは、なんかすごくそのズレみたいのはなんか自分もよくわかるので、うん、なんか悩むとこでもあるし、なんか生きてる上で自分が、うん、自分の中の公正さと他人の公正さ違うなって思うことって結構あると思うんですよ、うん、それって結構ここでできてるなと思ったんで、あのすごく考えさせられる最後の方でしたね。まあ、でも僕はやっぱりこの私ってあの自分の人生を生きれたんじゃないかなっていうのは、うんうん、思いましたね。なんか最後の最後まで読むと下巻の世界の終わりの話を私の方からしたいと思います。上巻ではまあ世界の終わり自体は結構淡々と描かれていて、状況自体はそんなに大きく変わってないんですけど、上巻の終わりくらいから実は冬に入ってます。この世界は冬が来ていて、僕の影は冬が来るのでだいぶ弱っていきますね。それは、寒さでどんどんやられていきます。この世界にいる一角獣、黄金の一角獣なんですけど、あの彼らもですね、冬が来ると弱っていき、多くの個体が死んできます。死んでしまった獣たち一角獣はですね、次々焼かれていきます。焼かれて頭骨だけが残され、一定の期間を置くと図書館に収められると、そういう流れになってますね。僕の影なんですけど、まあでも実は、まあ、弱ってはいるんですけど、まあもさらになんていうか弱ったふりをしていて、密かに脱出の計画を立ててました。でこれは上官で実は町の地図を僕に書くように頼んでいて、まあ、その地図を、まあ、何とかして影に渡したことによって影はですね、脱出の計画を立てていました。影なんですけどかなり弱ってるので面会が許されます。ここでで僕は影に会って、で影は僕に脱出するつもりということを告げます。でまあ一緒に行こうと、僕たちは2つで1つだから一緒に逃げようと、そういう話を僕に持ちかけてきます。でも僕はですね、この時すごく混乱していて判断することができない、まあ、心が今見失った状況にあるので、何をどう判断していいか全く分からなくなっている。この街が正しいのか、それとも影が正しいのか。で影はですね、強い気持ちを持たないとそのままお前は
町に飲み込まれてしまうぞと言われます。だからとにかくお前は今見失いつつある心を修復することが重要なんだと。心があればそのあるがままの方向に進んでいくことができると、そう告げられます。で、確かに僕も今心を見失っているというのは感じているので、心を回復しなきゃいけないということに気づきます。で、結果的にですね、また影に会いに行った時に、脱出の計画がもうだいぶ進んだので、もう行けるぞと。でも、僕は図書館の女の子とかもうかなり好きというか愛しているので、あの子を置いていけはいけないと。で、この町にもだいぶ愛着が湧いてきてしまっている、ここで暮らすのがいいんじゃないかなと自分は思い出しているという話を陰にすると、この町は見せかけだけの完全さの町であると言い出します。で、ここはなんでこの町が完全さを保っているかというのは、みんなが心を持っていないからだと。で、これは心がないから憎しみあったりとか争いがない、でも逆に喜びや幸福なんかも感じることができない、愛なんかを感じることができない、そういう町なんだと。穏やかだけれども心がない町だから完全さを保ってると。で、その心なんですが、これが今影がこの町の秘密をこの時明かしてくれるんですけれども、この心というのは、獣によって、一角獣によって外に持ち出されているもの、一角獣たちが心を吸収してそれを持ったまま死んでいく、最終的にその頭骨にたまり、それを今は僕がやっている夢読みの作業ですね、夢読みの作業がすることによって大気に放出される、そうやって心がなくなっていく、そうやって町はこう完全さを手に入れている、ちょっとユートピアでありディストピアな世界だなと思いました。これね、影がですねうまく死なずに心を持ったまま、影と離れ離れになってしまうと、これは中途半端な心を持ったままだと町に住むことはできず、森で暮らすことになってしまう。この森っていうのがかなり過酷な環境で、なかなかこう辛い状況にある。町は完全に心を失った人しか入れないので、例えばこれ影だけこの町から逃げ出すと、僕は森で暮らすことになってしまうと。で、そうするともう町で住むことができないので、好きなその女の子とも会えなくなると、そういう状況になります。だから僕は影だけ見送ることもできず、とどまることもできず、最終的にその話を聞いて、ここは僕がいるべき場所ではないという思い当たり、町を出ることを決断します。この町を脱出することをですね決めた僕は、図書館の女の子にそのことを話しに行きます。話を聞いてくれと、そのことを告げたんですが、結局その彼女はここにはいられないのかとか、そういう話になるんですけど、でも結局その心がないまま僕は君を愛することもできないし、心がない君は僕を求めることができないだろうと。でも彼女の心は本当に失ってしまったのか、もちろん彼女はかなり幼い頃にもう影は死んでるので失ってるはずなんですけれども、どこにもないのかってなると、きっとその古い夢の中に彼女の心があるに違いない、その頭骨の一角獣の頭骨のたちの中に彼女の心があるに違いないと思った僕は、その心を集めようと試みます。で、その時に音楽が助けてくれるんですけど、これがハードボールドワンダーランドで、24時間しか残されてない私が泊まった図書館の女の子の家の朝、ダニーボーイを歌うと思うんですけど、その時にですね、もう心がないので、僕は音楽を忘れていたんですけれども、そのタイミングとちょっと重なり合ってダニーボーイを思い出すんですね。ダニーボーイを、ちょっと手に入れてた楽器で弾いて、そうすると彼女の心を持っている頭骨が光り出すという状況になります。で、これがあれと重なりますね。ハードボールドワンダーランドの私が朝起きて頭骨が光ってる時と重なるわけですね。ここはちょっとリンクしてたりするんですけど、彼女の心を少しでもいいからちょっと集めて、僕は集め出します。でも全部は集められなかった。時間が来て影との脱出する時が迫ります。で、彼は影と合流して、もう弱り切った影を背負って雪の中、影が言う脱出ポイントに向かいます。脱出ポイントに着いた僕なんですけれども、最後の最後で僕はこの世界に留まるという、この世界の終わりに留まるという決断をします。で、この時にもう僕も気づいてるんですね。これは自分が作り出した世界、元はというとハードボールドワンダーランドの私が作り出した世界ではあるんですけど、その精神である僕は、これは僕が作り出した世界だから無責任に放り出さないと。今君と別れると森での生活が待っているが、とても辛い生活が待っているが、責任を取るために僕はここで留まり続けると、この世界を見守ると、そういう決断をして影と別れます。で、影だけ脱出ポイントからこの世界の終わりから抜け出します。そこで影を見送る決断をしたところで、この世界の終わりという話は終わります。こんな感じですかね。世界の終わりなんですけど、結構いろんな、もうすごく重要な話がたくさんあるんですけど、一番はこの
自分の責任とか、あと心をですね、心とは何だってことなんですけど、まずちょっと責任をちょっと話したいんですけど、ハードボイルドワンダーランドにも責任っていう言葉が出てきたと思うんですけど、結局この責任を全うするためにこの世界に留まると、辛い決断をする、辛い方の選択をするということを僕はするんですけれども、まあ、これが彼の中の、まあ、正義というか、まあ、ハードボイルドワンダーランドで語られた公正さにもつながってくるんじゃないかなと思っていて、なんかそういうのをすごく大事にする主人公たちだったんだろうなと思いました。だからそこはなんかこれ最後の最後でいかないのかよみたいな、ちょっと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、結構なんというか納得のいく結末だったなと思っています。で、彼はこの責任を取る、自分の責任としてここに残りで、失ってしまった記憶というのを少しずつ取り戻していきたいという話をしてますね。世界の終わりもなんか最後の最後でなんか責任の話になっていくっていうのは、うん、まあ、ちょっと予想できた、うんうんうん、まあ、中の一つかなとは思いつつ、でもなんかちょっと悲しさはありましたね、うん、個人的には。でもうちょっとそのハッピーエンドみたいなものを、うん、もうちょっと期待していたところはあったので、確かに、ね、あの読んでいくと納得できたところはあって、この本当にその主人公のなんか持っている、まあ、これ価値観だと思うんですけども、やっぱりその自分の人生を、まあ、自分の責任でっていう、なんかすごい意思が働いての選択だったと思うので、納得はねできてるもののね、やっぱりちょっと悲しさありましたね。私この最後のラスト、ここがすごく印象に残っていて、これこの感覚だけはすごく持ってました。なんか残ってましたね、読み返す前から。ラストのこの切なさみたいのは、なんか初読の時に強烈に残って、でなんかめっちゃいい小説だという印象がありました。この世界に終わりにおける、まあ、心についてなんですけど、この町の住人は心を持ってなくて、まあ、心を持たないことに成り立ってる世界、まあ、結構特殊な世界だと思ってるんですけど、心を持つってのはどういうことなんだろうなっていうのをちょっといろいろ考えさせられるものがあって、まあ、何かを求めるとか何かを信じるとかそういうことなのかな。まあ、実際これに関しては出てきますね。心がないから僕を求めることができないっていう話を僕が図書館の彼女にしたりすることもあるし、まあ、信じるというのは心の作用なんだっていうことは影が言ったりもするので、信じるってのも心なのかなと。まあ、あと自分が思ったのは自分らしくありたいとか、なんかこういうことも心なんだろうなと思う。なんか自分を持つということとかそういうことなのかなとか思ったりしますね。前編で出てきましたけど、大佐っていうのがとよく会話があるんですけど、大佐が親切にしてくれるじゃないですか、だからあなたは心を持ってるんじゃないですかって僕が聞くときがあるんですけど、大佐は親切にすることと心があるということは違うと。それは結構まとえてるなと思ってて、やっぱりこう心っていうのは何かこう、なんですかね、強く求めたりすることとか、強く何かをこう信じたりすることなのかなとか思ったりもしたので、なかなかこの心っていうのは考えさせられるポイントでしたね。だから決して分かりやすい話ではなかったですよね、うんうん、なんか心は何かというところ、世界の割にいる街にいる人たちってもういかにも心を持ってそうな風に書かれてるんですけど、でもそうではないと、心はもうない人たちなんだと、うん、そう、みんな優しいんだけどね、うん、なんか結構この辺は読んでる人が考えて、まあ、想像を巡らさないと、心ってまあ、この小説の中における心ってなんだろうって、なかなかはっきりとは書かれていないところかなと思います、うん、行動だけに出る、なんだ、優しそうな行動とか、誰かをちょっと思ってるだろうみたいな行動とはまた違うところにあるんだなっていうのは、っていうのをちょっと言いたいんだなっていうのはすごくこの本から感じて、ちょっといろいろ考えるポイントにもすごくなりましたね。だからそういうのを考えられる本なんで、そこがすごくいいなと思いました。うん、ね、個人的にはこの世界の終わりだけってなんか本にしてほしいなちょっと思いましたね。なるほど、確かに、ね、両方名言多いんだけど、ハードボイルドワンダーランドも名言多いんだけど、うん、世界の終わりもね結構ねゆったりとした中でこれだけで一貫して読むと、うん、まあだいぶいいよねきっとね。そうですね、なんか絵本とかにならないかなとちょっと思ったりしましたね、うん、確かに。ちょっとそんな感じでこの作品お話しさせていただきました。でちょっとここから派生してちょっといろいろ話をして終わりにしたいなと思ってるんですけど、うんうん、この「世界と終わり」と「ハードボイルドワンダーランド」読み終えていろいろ思ったところ、ちょっとお互いに話せたらと思うんですけど、なんか一つはなんかすごく映像化向いている作品だったなって思いましたね。もっと上巻の最初のエレベーターのシーンもそうですし、なんか下巻だったら最後ですね、「ハードボイルドワンダーランド」で公園にある灰皿の中でクレジットカード焼いたりとか、鳩のためにポップコーンばらまいたりとか、なんかね、この辺読んでてすごいなんか映像映画的なイメージが浮かぶようなシーンだったので、
まあ、すごい長い話なんで、映画というよりなんか連続ドラマとかでそのうちやってくれないかなってちょっと思ったりしましたね。なんか私で言うと、そのダニーボーイの歌でつながるシーンとか、なんか映像で切り替えてもらった方が非常に分かりやすいなと思って、頭骨が光るところとか、うん、そこが攻防する2つの世界で攻防するところとか、ね、ちょっと映像で見たらすごい分かりやすいなと思いましたね。うん、あと個人的にすごい小説の中で良かったなと思ったのは、なんか予定調和になってないところがいくつかあったと思っていて、なんかそこがすごい良かったなと思うんですけども、例えば大男とチビの2人組っていうのが上巻で出てきて、結構印象的なんですよね。この2人が主人公との会話もたくさんして、で派手に振る舞って、でもこの2人が作中では1回しか出てこなくて、なんか確かにその後は、まあ、ちょっと下巻の最後にどうなったって話はちょっとだけ出てくるんですけど、実際登場したのはその上巻の一度きりで、こういう使い方ってすごい面白いなと思いましたし、まあ、図書館のリファレンス係の女の子、まあ、もともと結婚してたんですけど、まあ、その旦那さんがバスの中で高校生にもう唐突に鉄花瓶で殴られて、まあ、死んだと。なんかこういうのも普通はなかなかない話なんですけど、でもそれを入れてくるとかですね、もう本当に現実のことを考えるとなかなかできないなと思うようなことを、こんなのでも世の中でありなのかなと思うようなことをところどころ放り込んできてるんですけど、でもそれ結構ね、良くてですね、やっぱそこに何か惹かれるものがあるっていうか、なんかそれが予定調和じゃないなって思いながら読んでたんですけど、良かったですね。予定調和では全くないですよね、このね。まあ、村上春樹の作品結構それ多いんですけど、ね、うん、確かにこの大男のコンビが1回しか出てこないっていうのはちょっと意外でしたね。なんか読んでて自分もう1回出てくるだろうなと思ってて、内容忘れてるから、うん、で私結構さっきも結構話しちゃったんですけど、やっぱ心っていう部分がすごく気になって、で結局この2人の主人公の決断っていうのは、なんかまあ責任っていうところにこうが結構大きな要素になってて、最終的な決断を下してたなと思うんですけど、この心ってなんか結構考えさせられたなと思って、なんか特に世界の終わりの方なんですけど、まあ、周りが結構なんていうか完全な世界、心がないから穏やかに生きている、まあ、結構自分の中では終わっていく世界だなと思ってて、でそれってやっぱりなんか自分は結構怖い世界だなと思うんですよね。そこに自分は留まるっていう決断ができないなって思う、僕の立場になった時に責任があろうと思う。でもこれってなんかなんていうんですかね、現代の社会にもすごく通じてるなと思っていて、なんか居心地がいい良かったり、まあ、慣れ死んだ場所っていうたり、なんか安心、とりあえず安心はできる場所っていうのは多分誰しもあると思うんですけど、でも時折そこから出てかなきゃいけなかったりとか、出てく決断をしなきゃいけないことがあったりとかすると思ってて、まあ転職とかそうだと思うんですけど、その時にやっぱ責任とかいろいろ考えたりとかするし、まあなんかスケールは全然違うんですけど、仕事に置き換えちゃうと、なんかそういうことをいろいろ考えたりするので、なんかこれ85年に書かれた作品だけど、全然こう現代にも私たちにもこういろんなことを投げかけてくる作品だなとちょっと思ってますね。日本において結構転職みたいなのって結構一般的になったので結構最近で、全然話変わるんですけど、古典ラジオやってる深井さんが超相対性理論っていうラジオ番組があるんですけど、その中で深井さんが言ってたのが、なんか現代の人、その現状維持だったっけな、まあ要はなんか動かないことに関してなんか危機感を持つのはとか、疑問とか不安とか不満とか持つのは、まあ、現代人ならではだって言って、まあ、昔の人たちはそういうことに現状のままでいることに対してそういう不安とか全くあんまり持たなかったよねみたいな話をしてて、でその感覚って多分85年の時代って、まあ、多くを示したんじゃないかなと思うんですよ。でそうなった時にやっぱこの話ってその時の人々にどう響いたんだろうなとかちょっと思ったりもしたりで、まあ、今の響き方とは絶対違うし、で学生時代読んだ時の自分も全然多分響きは違かったと思うんですよ。いろんなこと印象に残ってるんですけど、まあ何が言いたいかというと、まあ、心のことについていろいろ考えることができるし、それによって多分読んだ時の環境とか年代とか状況とかで結構感じることが左右される本だなと思うので、多分また10年後読み返したらまた違うんだろうなとちょっと思ってます。確かにね、この、なんか主人公が決断するところって、でもそれまでに生きていた人生を結構、まあ、これ最後の方に書かれてるんですけども、なんか私は確かにある地点から私自身の人生や生き方をねじ曲げるようにして生きてきたと。でそうするにはそうするなりの理由があったのだとあって、でもそういう、ね、なんか
いや、自分の人生だけどねじ曲げるようにして生きてきてしまったというのって、これはもう昔も今もやっぱそう思いながら、なんかそういう葛藤とかってすごくなんかありながら人って生きてきてるのかなってね、うん、で多分それでもここ何十年とかじゃなくて、まあ、ずっとそうなのかなって。そうですよね、普遍的なものを描いてるでしょうね、きっとこれは、うん、だから響くんでしょうね、うん、じゃちょっとこんな感じにしときましょうか。じゃあ最後、いつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか話してちょっと終わりにしたいと思います。まずですね、今回読み返してみて思ったのは、こんないい小説だったのかということがもう本当にちょっとびっくりしましたね。なんか一回読んだからちょっと舐めてたんですけど、あ、めちゃめちゃいい小説だったなと思ってで、私みたいにやっぱり読んだのに全く内容覚えてないっていう人も結構多いんじゃないかなと思うので、ぜひ読み返してもらいたいなと思います。やっぱ経験値変わったと状態で読むと結構響くものがやっぱ変わってきてたなと思うので、例えばすごい若い時、村上春樹ってやっぱ最初入りやすい読書としては結構最初の方に手を取ると思うので、もしかしたら中学生高校生ぐらいで読んでらっしゃる方多いんじゃないかなと思うので、そういう時からですね、やっぱ社会経験積んで読んでみると全く違うと思うので、ぜひ読んだ人も読み返してもらいたいし、これから読む人もぜひ読んでもらいたいなと思ってます。ですね、まあ、村上春樹あるあるなんですけど、まあ、ストーリーや展開はですね、まあ、大体冷静になるとついていけないです。だから無視して、で実際に読んでるとなんかあんまり気にならなくなってくるのが村上春樹の凄さだなと思ってるので、うん、それはもうなんていうか、この本に身を任せてですね、読み進めちゃっていいんじゃないかなと思ってます。前半でも話したかもしれないですけど、村上春樹の入り口の作品ではないかなと思うんですけれども、でもこの村上春樹らしさっていうのはすごく出てるし、で別に村上春樹ということを置いといたとしても、この上下感はですねかなりいいと思います。なのでちょっと昔の本だけど今回取り上げて本当良かったなと思ってるので、ぜひおすすめなので、別に今すぐではなくていいので、いつか読んでもらえたらなと思っております。以上です。そうですよね、僕も読み返してみて、でやっぱり読んだ後これがどういう話だったかって思い出そうとするとなんかすぐ忘れてしまっていて、なんか結構村上春樹さんの小説ってそういうの多いなって思うんですね。すごく面白かったし、なんか残ってる部分はあるんですけど、なんか具体的にどんな話だったっていうのがなかなか忘れてしまうと、なんかそういったところではこの小説って、まあ、こういう誰かと喋ったりっていうのはすごくできるといいなって思ったりしました。でやっぱり、まあ、上巻の回でも話したんですけど、主人公が同い年っていうのもあって、すごく感情移入しながら読めましたし、ハードボイルドワンダーランドと世界の終わりと、まあ、それぞれ違った雰囲気なんですけども、それぞれの良さがあって、なんかそれがなんか読んでいる間結構なんか勇気をもらいながら読めて、この本当の2つの世界がなんかどっちもなんか自分にとって良かったなと思って、なんかそういったところではすごくなんか小説の世界に現実逃避できたような感覚というのがありました。わかります。でやっぱり思ったのは、村上春樹さんの作品読んでると、まず一つが古びていないっていうのがそうですし、あと海外文学読んでるような感覚っていうのがすごく強くありました。まあ、日本と海外とかあんまりそういうの言ってもしょうがないのかもしれないんですけども、なんか普段海外文学好きで読んでいると、なんかそことすごく通じるところがやっぱりたくさんあるなと感じましたね。で、まあ、今回の作品ってエンタメ性もすごくあるんですけど、まあ、人生観にそぶるような深みというのも、まあ、特に下巻になってくるとありますので、もうどちらも備えているという点では広くおすすめかなと思っています。であとタイトルからして面白そうなタイトルなので、でもさすが村上春樹さんでしっかりその期待に応えてくれているなっていう、やっぱすごい人だなと思いましたね。じゃあこれでちょっと終わりにしましょうか。いや、今回読み返せて本当良かったですね。なんか面白かった、うん、そうですね、うん、ちょっとラジオやるってなかったら読み返さなかったかもしれなかったから、ちょっといい機会でした。でやっぱり一回読んだだけじゃ気づけなかったことって、うん、やっぱラジオのためにちょっと振り返ったりこう話し合ったりして、本当に心の部分とかそうかなと思うんですけども、うん、気づけたところがいろいろあったので、うん、なんかそれもやっぱ良かったですね。良かったですね、なんかいろいろ整理できた、うんうん、じゃあ次回予告して終わります。次回はですね、番外編をお届けしたいと思っておりまして、今回ラジオ初めてのゲストをお呼びしてお届けする予定でございます。お楽しみにしていただけたと思います。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM やリプライなどでもお待ちしております。番組情報欄にメッセージフォームも載せておりますので、そちらからいただいても、大丈夫ですので、積極的にいただけると
大変ありがたいです。また気に入っていただけたら拡散共有していただけると大変嬉しいです。ではまた来週よろしくお願いします。ありがとうございました。